え、こんなに難しかったっけ？なステージです。にゃんこ砲は絶対条件。敵の出現パターンが変わってる気がするのは私だけでしょうか。微妙だから倍速なしで行くぜ。時間がかかりますが、証明します。ダディが接近してきて、ブラックマが時々出てくるステージなのですが、にゃんこ砲のチャージよりかなり早めです。正直こんなに難しかったか思い出せないんだぜ。攻略には波動もシクハレッパ。以上に長い射程が必要です。随分前はにゃんこ砲だけでなんとかなった記憶があったんだが、データベース見る限り現在の構成が正しいみたいだぜ。敵を倒してお金を準備するより、経過時間によって収入が増えていく形式。足止めしつつ様子を見て、ブラックマの出方を見ます。正直編集が大変なんだが、パターンを見てもらって自分はどうやって攻略したか、思い出してほしいぜ。にゃんこ砲のチャージはできてるので、いつ出てきても対応は可能。一気にキャラを出していきたいですが、タイミングミスするとこいつにやられるので慎重に行きます。強さ倍率はそのままだから、特別強いわけでもないが射程が厄介。では大狂乱の島で守りつつ、白ガルの波動でブラックマを倒していきます。もうすぐにゃんこ砲チャージできるが、一応早めにチャージできる攻撃力でも、ブラックマの出現には間に合わないんだぜ。その点は白ガルに任せましょう。攻撃はある程度耐えるので、二度目はこれでやり過ごします。攻略には波動持ちが必要だな。しかし本当に攻略に時間のかかる面倒なステージだよな。適当なところで強いキャラを引いておこうと思います。今回は攻略に必要なキャラは揃ってるので、これで負けたら編成を見直します。猫仙人と大狂乱の向き足がいるから使えるよな。3匹目はにゃんこ砲で倒します。白ガルの体力が残ってるうちは、白ガルに任せた方が良かったんじゃないのか。次来る速さからすれば、その方が賢明ですが、怖いんですよ。まあ、運そうだな。たった1体のダディにここまで時間をかけるのもあれだが、接近戦に強いキャラが欲しいところだな。チャージが終わってないのにまた出てきました。無限枠があるので頻繁に出てくるようになりますが、簡単な攻略方法は、ダディをさっさと倒して、城を叩いたら出てくるブラックマを処理、合理的には攻略できるのですが、レベルの低さがそれを許してくれません。ラスボスを使う手があるが、うまくいかなかった時のリスクは高いぜ。5体目が早くも出てきたな。今回はにゃんこ砲で処理。さあ次のチャージまでにやってきますが、ここでダディを撃破。過剰に出してしまったキャラのせいで危険な状態になりますが、見てみましょう。黒キャスがもうちょっと早くつけばって感じだな。対処はできず一気に押されます。せっかく出したお嬢ですがこれではやられます。ブラックマ2体ってのが厄介だな。ここで城を叩かれ続けられますが、体力がある間は大丈夫。にゃんこ砲で対処できたな。しかし綺麗にやられてしまったが、無限枠の出現パターンがランダムだから、ムートを飛ばすわけにはいかないな。一応ムートをぶつけて倒せなくもないですが、レベル20ではやったことないので挑戦はしません。接近してれば、このように大狂乱の島で倒せるぜ。射程に入ってればなんとかできるってことですね。保険に白ガルを出して、出てきたところを倒していくぜ。急いで攻撃はしていますが、数字ほど優しくて残酷なのはないな。できる手は打ってますが、終わるまでどうなるかはわかりません。勝てるには勝てるんだけどな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。さあどんどん難しくなっていきます。対処できるか疑問になってきたな。